家庭訪問すっか、じゃあ、また。加藤純一先生の。家庭訪問しに行くか。ターゲットは誰がいい？俺女が好きじゃねえわ。女やだ。女喋りたくねえ、今日は。やだやだ。在日韓国人に行け。お、じゃあ、まず在日韓国人に、今の現状を、そうしよう。じゃあ在日韓国人で俺のファンの人、うちかなり韓国人に寛容なコミュニティなんで、僕に、Gmail、うんこちゃん12345、@gmail.com に。いや、ちゃんと現状を知らなきゃいけねえだろ。いや、アジア同士、同じアジア同士。な、俺もやっぱ YouTube 始めたから。ねえ、これからやっぱアジアも視野に入れていかなきゃいけないから、仲良くする必要があると思うんだ。ちゃんと日本が嫌いならなおさらベスト。ハーフだけどいいよ。え、どういうこと？ハーフだけどね。お父さんかお母さんか韓国人だったら別に何でもいいよ。その代わり真実を語ってくれよ。名前とか言わなくていいよ。通名は欲しいけど。フィリピン人は気まずいのでダメです。なんか、変な空気になるから、やっぱ白人とのハーフって、おぉ、かっこいい、かわいいとか思うけど、フィリピン人って一番、その辺に関して、シビアな話になるから。女の子、かわいい女の子が、え？純日本人じゃないでしょ？ハーフでしょって、うん、フィリピンって言われた時のあの空気俺味わいたくないわ。一番、しかもビクゾーフィリピン人とのハーフで、俺別にフィリピン人とのハーフディスってねえのに、俺がなんか、ビクゾーフィリピン人とのハーフってディスってたのって言われて、それから関係気まずくなってるから。おめえたちのせいで。あ、来た！韓国のクォーター。いいね。クォーターか。まあまあまあ。ちょっと行ってみるか。2件来てる。こいつだな。まあ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 、まずはクォーターな。まずは。かけます。嘘の、もしもし。はい。韓国人のクォーターの人ですか？なんちょっと今、韓国と日本のこの日韓関係を改善しようっていう、はい、今俺コンセプトのもと、はい、家庭訪問したんですけど、まず年何歳ですか？19です。19歳。はい、韓国語は喋れるんですか？喋れないです。あ、喋れない。なんかその今まで受けた はい、今まで受けた差別的なのありますか？まず、中学の時に、うん。っていうのを知らされて、うん。その時まず僕韓国嫌いで、あ、そうなんだ。はい。うん。でそこでまずショック受けて、俺にかんなんで何韓国の何が嫌いなの？いやなんか悪いイメージしかなくて、うん。なんか、ね、変な人多いじゃないですか。韓国って変な人多いよな。はい。うん。それになんかK-POP すごい嫌いなんですよ、僕。どういうところが前髪揃えちゃって。あ、見た目もキモいし、ね。え、じゃあさ、お前、あなたは、じゃあ、あなた、なんて呼べばいい、俺。キムさん、キムさんだよね。じゃあ、ペンネーム、キムさん。え、キムさんは、なんかそういう、どこか自分に韓国の血を感じるときあるの？ちょっと見た目が。あ、そうですね、見た目が。うん。言われてか、若干意識する。うん。なんか俺、なんか、自分で分かってないけど、うん。周りから見たら、実は韓国の人に見られてんのかなって、思っちゃって。え、そうそう、絶対放送でさらさないからさ、はい。俺に送ってくんない？あ、画像ですか？俺正直に言うよ。それもし似てたらちょっと似てるねって言うし、似てなかったら全然似てないよ。それやっぱ、それさ、俺のこと信用してちょっと見たいわ。え、携帯に、で見るから、放送には絶対さらさないから。はい、通話の後に、個人的にちょっと。はい。え、じゃあそれぐらいの自分がショック受けたっていうのと、友達とかに言ってないの？はい、友達とかには。あ、そのバラされて、うん。親に。うん。その、数日後に、その中学の時の友達に、うん。その、掃除の時間、うん。があるんですけど、うん。で、5人ぐらい男、その友達と掃除してる時に、うん。
その、ば、行って、実は俺、韓国のクォーターなんだけど。なんでそこで言ったの？なんでそんな、すごい幸せだ、みんなでなんかあれしようぜ、みたいな時にいきなり言ったの？俺、韓国のクォーターなんだけど、つって。すげえ、うん、それどうだったの？それなんか、その言う前に、そういう韓国とかの、ね、話になってたんですよ。あ、なるほどね。そういう空気になってたんだ。そう。なんか、あいつハーフで、うん。あ、いや、あれなんか、顔濃いよな、みたいな。うん。縄文時代の顔と弥生時代の顔みたいな、そんな話してて。それ、あなたが言われてたの？いや、僕のこと何も言ってなくて、その時は。うんうんうん。それで、うん、このタイミング的に言えるかなと思って、うん。言ったら、うん。そんな、だって、驚いてたんですけど、うん。あ、なんかそんな感じしてたみたいな。それは、どういうところから、どういうところから、しゃ、なんか、なんか顔立ちが、あー、そうなんだ。なんか、ちょっと、俺ら日本人と違う。そんなこと、ちょっとさ、俺日本人、純日本人としてさ、悲しいんだけどさ、ちょっと俺らとは違う感じしてたって言ったの、その日本人が。それひでえな。結構ショックだったんですけど、まあ、うん。なんだろ、素直っていうか、うん、思ったことすぐ言っちゃうやつだったんで。え、今は別にでも仲悪くならずに？いや、もう、なんも連絡取ってないんで、わかんないですけど。え、今友達いるの？あ、少ないし。え、それはなんかちょっともしかしてさ、なんかあれなの、自分的になんか、俺はちょっとそういうのだからみたいなのがあるの？え、今はそんなないですけど。うん。友達に告白してからはちょっと意識するようになっちゃいましたね。え、もうネタにしちゃえばすげえ。その時は、まあ、笑って、僕もちょっと内心ショックだったんですけど、うん、反応された時は。うん。で、ここでちょっと俺がなんか落ち込むとなんか重い空気になると思って、うん、明るくしたんですけど。なるほどね。え、でも将来的には絶対ネタにした方がいいよ。そうですかね。うん。俺あれだよ、韓国のクォーターだよ、つって。断るごとになんか、飲み会の席とかで。じゃあ、これから韓国のクォーターが何とか歌いますみたいな、言っちゃえば。はい。あ、でもなんか高校の時は、うん。すごい K-POP みんな流行っててクラスで。ああ。あ、そっか、今時代の流れ的に、そうだよね。そうですね。言ってるじゃん、おめえにさ、あれでパワーワード授けるよ。おめえらそんなこと言ってると、あれだよ、竹島返さねえよってやれ、なんかガチャガチャ出てきたら。おめえよ、あれ俺韓国人だからよ、竹島返さねえかなって言っていいよ、今度から。あ、いいですね。うん、それ言ってやれ。もうおめえにガチャガチャ出てきて、俺が許可するわ、日本人として。あ、はい。言っていいぞ、お前。ほんとガチャガチャおめえに言ってきたら。はい。うん、これ加藤純一さんが言っていいって言ってたんだよって、もう公の場で言っていいから。はい。うん。陰キャラで、うん、友達も全然いなくて、うん、なんか一応その隅で寝てるタイプだったんですけど、うん、よくなんか寝てるふりだったんで、なんで？なんか眠たくて別に寝たくないけど、喋る友達もいないから、あ、そうなんだ。じゃあさ、もしさ、はい、いつから俺のこと見てんの？あ、じゃあそこでうんこちゃんに出会って、はい、俺の韓国の、うん、はい、なんか向こう入れたんですか、向こう、うん、あの人最初見てて、うん、でそのあの人っていうなお前、うん、なんで向こうも韓国人っぽいからそういうわけじゃないでしょ。その闇に共感を得たんだ。お前ふざけんな、俺のこともそういう目で見てんだろ。おい。女の悪口って言ってる時は、あ、なるほど、なるほど。あ、よかった、よかった。はい、嬉しいわ。はい、それでなんか、うん、加藤純一さんの家で、うん、一緒に飲んでる時の配信でして、ああ、なるほど。はい。ちょっと面白いなと思って見てるんですけど。へぇー、はい。じゃあこれからも応援してください。あ、はい、ありがとうね、わざわざそういう自分の言いたくない過去を語ってもらって。あ、全然。でも、俺はすごい、面白かったわ。いろんな話が聞けて。はい、ありがとうございました。気にせず頑張って、ください。はい。もう気にしないでいいと思います。はい。はい。
ありがとうございました。はい。はい、さよなら。はい。やっぱ、コンプレックスみたいになるんだろうな。まあでもそりゃそうだよな。こんだけなんかさ、日韓仲悪くてさ。いや、でも面白いわ。なかなかこういうのって、なんかさ、語っちゃいけないみたいなさ、なんで語っちゃいけないんだろうね。別にさ、全然語ってもいいよ。語りづらい空気出すよね。俺は全然関係ない。韓国ハーフ行くわ。悪いことじゃねえじゃん、別に。やっぱり、いろいろな悩みがあるんだな。ちょっと待ってね。いっぺん来たわ。韓国人が攻めてきたわ。はい、この人。ハーフ。父親が韓国人。あ、もしもし。はい。加藤純一です。あ、どうも。よろしくお願いします。家庭訪問しに来ました。はい。なんか、噂によるとちょっとお父様が韓国人だということで。あれ？母？あ、母親でしたか？ごめんなさい。はい。なんか、それに関してなんかやっぱちょっと、こういう辛かったな、みたいな、エピソードがあったりしたら僕、ちょっと教えていただきたいなと思って。はい。あ、ちなみに一個まず聞きたいのが、韓国好きですか、はい、まず。あー、韓国いや、もう本当に。国は、うん、まあ、いや、正直じゃ言います。うん。あんま好きじゃないです、ね。あんま好きじゃない、はいはい。はい。うん。あ、僕ずっと日本生まれで日本育ちなんですけど。うん、うん。その、韓国の国民性っていうか、その、韓国人の、なんつうか、根に持ってるところっていうのがすごい、母は、現れてて、うん。あ、自分の母親でも感じるんだ。感じます。どういうところが？まあ、普段は、本当に優しい母なんですよ。うん。あ、本当になんか正しいこと言ってくれるし、なんか自分のこと考えてるんだなって思うんですけど、うん。なんかもう、お酒飲んじゃって、うん。本当に酔っ払っちゃうと、うん。ちょっとこれ、話しづらいんですけど。まあ、まず、喋れる範囲でいいよ。僕。マッコリ飲むの？マッコリ。マッコリじゃないですけど、まあ普通に、ウイスキーとか言う。ごめんなさい、ごめんなさい。今、今、俺の偏見が出ました。ごめんなさい。はい。で、うん、離婚してるんですよ。え、その両親が？そうです、そうです。で、どっち側に今、一緒についてるの？僕は父です。あ、父側なんだ。なるほどね。はいはいはい。ずっと、父さん子で、うん、ずっと父親に育てられたって感じなんですよ。うんうんうん、で、めっちゃしだしたのが、うん、多分俺が5歳とか、なんで15年ぐらい前なんですけど。なるほどね。で、そっからずっと、別居して、うん、で、高校入る時ぐらいに、うん、一回家に戻ってきたんですよ。多分親が、うん、その時全然知らなかったんだけど、うん、親がそう、なんかまあ、やっぱり戻ろうかみたいな。高校も入るし、みたいな。まあ、仲良くしようかってな、うん。そうです。うん、で、戻ってきて、まあ、唐突ですけど、ある日、うん、寝てたら、うん、ものすごい叫び声が聞こえて、ギャーって。はい。うん、で、まあ、母が泥酔して、うん、叫びまくってるんですよ。へー、もう、いわゆるファビオルって感じ？そうですね。うん、で、多分、なんか後から聞いた話なんですけど、うん、その父と母が、うん、なんか、日について、うん、揉めてたらしくて、うん、で、まあ、うちの母親は、うん、生まれが結構貧しくて、うん、で、それで日本に来たみたいな感じですよ。そんなに、仕事を求めに、ね。ごめんな、自分の母親のことそんな悪口言われて、要は、日本の金持ち目当てで来たってこと？まあ簡単に言ったらそうです。うん、うん。あ、で、うん、うん。で、来て、うん、で、母は、俺に、まあ、お金持ちになりなさいと簡単に言えば。ああ、なるほどね。いっぱい稼ぎなさいと。こんな、日本とかにいないで世界で働け、みたいな。うん。まあ、その時、いや、高校生ですし、うん、めんどくせえな、みたいな感じで流してるんですけど、まあまあ、うん。
多分、でも父親は、まあ、現実的なこと見てて、普通に日本の企業で大学行って、まあまあ。考えて、多分、それで揉めたんですよ。あ、そうなんだ。いい大学行かせるためには、うん、この私立行かせないといけない、うん、でもそんな金ねえだろ、みたいな話してて、うん、で、先に声が聞こえて、なんか、ごめん、今ね、その速報が入って、もしかしたらその父親も聞かした韓国人なんじゃないかっていうふうに疑惑があるけど、それは違うんだよね。ちゃんと日本人の、純日本人。純日本人で、ごめんなさい、今、話の腰を落ちてる。いや、そういう疑惑があったから、俺そういう疑惑はやっぱ、あなたの身を守るためにも。ないですよ、ないですよ。うん、ちゃんとハーフなんだよね、うん。はい。それで、ごめんね、うん。まあ、後々聞いたら、うん、母が包丁を持って、うん、切りかかってきたらしくて。マジで？マジです。で、うちのドアに、うん、あの、未だに包丁の跡残ってますよ。え、それさ、結局結論はどうなったの？あなたは今何してんの？で、また出てけっつって、うん、出て行かせて、うん、で、僕、まあ、なんとか国立の大学に入って、おお、すごい。その、はい、米現在大学生なんですよ。あ、そうなんだ。で、今も、うん、高校2年の時に、うん、結局離婚しまして。あ、そうなんだ。もうさすがに、父親が、父親も無理だっていうことで。うん。で、まあ、そういうふうに母をずっと、見てきて、思うのは、うん、本当、なんか韓国人は理想論でしか語らないし、すごい感情的になっちゃうんですよね。やっぱそういう国民性はあるんだ、やっぱ。ありますよ、本当に。全然現実見ないですもん。あ、そうなんだ。はい。すぐ感情的になってのはすぐ怒るし。うん。え、それって、あなたの母親だけじゃなくて、やっぱその、周りもそう？その、母親の。まあ、そうですね。なんか、まあ、ちょっと汚い言葉ですけど、何綺麗事言ってんだみたいな感じで、俺には親を思うところがあります。あ、そうなんだ。なんかもう、母が、あったらこういう風になって、こういう企業に入って、うん、で、アメリカでああだこうだみたいなこと言って、その友達が、うん、本当だよね、お母さんの言ってること本当に正しいよね。いや、それ、韓国語で言ってんの？韓国語で言ってんの、それ。いや、日本語ですね。日本語なんだ。普通に。母は日本語喋れて。え、あなたは韓国語喋れないんですけど。あ、そうなんだ。あなたは韓国語は喋れないの？喋れないです、ね。あ、喋れないんだ。でも、ちょっと習っとけばよかったなって後悔はします。まあそうだよね。ビジネス的な側面で見るとね。はい、そうですね。うん、全然ありだよね。チャンスではあったよね。いや、でもなんか、話聞く限りすごい、なんか立派な、立派に育ってるね、あなた。お父さんめっちゃ頑張ったんだね。耐えてくれてますね。あの、自分今年で21なんですよ。おー、若い、うん。で、まあ、いろいろ父が教えてくれるんですよ。うん。今までがどうだったかみたいなことを、あの時はああだったみたいなのを。お父さんは、お父さん韓国嫌い？いや、父は韓国で仕事とかも結構してたんで。ああ、なるほど。嫌いではないんですけど、うん、でも、やっぱ韓国人の人は、めんどくさいね、みたいなこと言ってます。なんかもう、嫉妬深いし、うん、粘着するし、みたいな。あ、なんかすげえ、まっすぐ育ってる気がするわ。いい親ですわ。あなたのお父さんが韓国に対するちょっと否定的なこと、言葉を言っただけでもう賛同の声がいいお父さんだなって。そうですね、うん。あんまり信用はしないですね。なるほど。いやでもまっすぐ育ってよかったよ。え、今じゃあさ、あの、自分がハーフだよっていうのは友達に言ってんの？初対面では言わないです。あ、まあまあそうだよね。別に言う必要ないもんね。でも別にその、隠すようなことじゃない。うん。なんか話してて、うん、実は俺、韓国のハーフみたいなこと言う時ありますね。たまにさ、ネタとかでさ、韓国の悪口、本当になんか、その、あなたを貶めたいとかじゃなくて、ふざけて、そういう空気になったりする時とかは、どうやってあれしてんの？もう知らぬ存ぜぬ。いや。え、例えばさ、俺が放送でさ、韓国の悪口言ってるじゃん。竹島はどこだみたいな。そう、竹島冗談だけど、なんか、もうあいつらよ、みたいなこと言うじゃん。それ全然、平気な顔して聞いてられるんだ、全然。その通りだな、みたいな。あー、なるほどね。だからそうだよね。見てると分かりますもんね。へー。いや、勉強になった。ありがとう。いや、大丈夫です。なんか、全然、なんか、その、あなたすごいまっすぐ育ってるから。はい。もう。ありがとうございます。これからもなんか、もう、その胸を張って生きててください。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。わざわざこの時間に。はい。はい。はい。失礼します。はい。なんかみんななんか全然、普通っていうか、むしろなんか、
真面目じゃねえか。みんな真面目だよね。いいやつだったよな。さっき通話したものです。写真送られてきた。え、全然韓国っぽくないよ。ちょっと、まあ、そうやって言われたから、韓国っぽいけど、全然普通、日本人。全然普通の日本人。言われてみればみたいな、ところじゃないの？全然普通。見せてくれてさすがに見せれねえよ。19歳、祖父と祖母が帰化韓国人、母が日本人。祖父と祖母が帰化韓国人、母が日本人。結構。祖父と祖母がバブル前日本に渡ってきた人間で、父親は韓国人の血を持ちながら韓国の話だに。なるほど。いいじゃん。濃いな。仲良くなってきた気がするわ。日韓の。今、架け橋となってるわ。ただ、韓国人の悪口言う韓国人が好きなだけなんじゃねえのか。俺は勘違いしてるかもしれない。韓国という国を。もしもし。あ、はい。ね、これなんか時差がある感じですか？こんばんは。あ、すいません、ちょっと。はい。スマートフォンの調子が。あ、悪いっすか？あ、大丈夫です。もしもし。すいません。いやいや、こちらもすいません。ちょっと、今、韓国の人とお話してまして、ちょっと闇というかなんか悩みを聞きたいんですけど。はい、韓国からかけてるわけじゃないですよね。いや、さすがに違います。さすがに違いますか。韓国語喋れますか。全然喋れないです。あ、わかりました。ありがとうございます。なんか悩みというか、自分がなんか韓国ハーフの悩み。僕も2つほど前にかけられてきた人と、はい、うん、同じような形で、うん、17の誕生日の日に、うん、父親からカミングアウトを受けたんです。え、それはなんかもう決まりがあるの？しきたりが。在日韓国人の方が17歳の誕生日、その成人の祝いみたいな感じで、お前も今日から韓国人だ、ポンポンみたいな感じ？そうなんですかね。なんか、そんな気がしてきました。ね、多分そうだよね。なんかあるんでしょうね。習わしがあるんだろうね。しきたりだよ。それで言われて。胸張って韓国人として、うん。弟がいるんですけど。うん。弟にはまだ言ってないけど、お前には先に話しておくみたいな。あ、免許取るときにバレるからなんじゃないかって。あー、そうなんですかね。パスポートとかでバレちゃうからってことかな。かな。うん。それで、言われたときはどう思ったの？いや、もう、すごい衝撃でしたね。だよね。あの時って、うん。思春期じゃないですか。思春期。もう真っ只中じゃないですか。真っ只中。だから、最初にお前に話しておかなければならないことがあるみたいなこと言われたときに。そんなドラマみたいなこと言われるんだ。あ、俺、何かあるんだと思って。俺もしかしたらなんか、何か隠された力があるって、すごい期待したんですよ、うん。実の息子じゃないとかね。力ではないにしろ。うん。なんかこう、大事な何かがあるんだなと思って。うん。結構こう、ワクワクしつつも聞いてみたらなんか、マジかよ、トータ。僕、なんか、当時からわりかし、韓国のことが苦手で。あ、やっぱそういう子多いね。え、でもあれじゃ、気持ちとしては完全に日本人でしょ、だって。日本で育ってさ。完全に日本人です。今も。今も韓国語を話せないですし。まさか、その、おじいちゃんおばあちゃんだもんね。はい。え、おじいちゃんおばあちゃん見て、なんかちょっと、なまってんなとか思わなかったの？なんとか、なんとか。なんとか思いました。でもそういう地方から来たんだなと。え、どういう風に待ったら、なんとかなんとかせよ、みたいな感じ？え、結構、なんて言うんでしょうかね。まあ、地方っちゃ地方だけど、うん。そう、他国の言語って感じではないんですよ。なんか、うん、変なところで伸びたり、なまったりするなっていう。あー、なるほどね。でも全然、言葉喋ってる分にはボロは出ないんですよ。ただ、性格がなんか、うん、ちょっと、今考えるとおかしかったなっていうのもあって、あと牧場やってたみたいな話聞いて、うん、昔は、うん。で、そっから何がどうなって今の職人になったんだろうみたいな疑問も。あー、なるほどね。そうだよね。日本で牧場やってたら多分ね、そういう話になるもんね。はい。で、あと、祖父が、2
年ほど前に逝去したんですけども、うん、その時あのお葬式に来た人たちが、うん、こう日本語を喋ってるような聞こえなかった。お前そこで気づけよ。なんでお前そこまで溜めてたの。いやそこで気づくだろ。絶対そうだってわかるだろそこで。でも父親が結構そういう韓国の、うん、そういうなんていうか韓国料理とかを、うん、やってるお店に勤めているので、なるほどね。ひょっとしたらそういう関係なのかなと思ったりして。まあそっか、まあそうだよな。いざ自分がさ日本人だと思っててさ、あなた日本人じゃないですよ、ハーフですよって言われたら衝撃、もう信じられないよね。全然信じない。弟にはバレてんの？もう多分話したんじゃないですかね。今あなたは弟さんは何もう二十歳超えてんの？いや、まだ若いんだ。まだ若い。ああそうなんだ。へえ。なそれ聞いた後と前前後でなんか変わったの？今弟と一緒に出せって言ってるけどそれはいいや。その直後が結構精神的に不安定でしたね。そうだよね。もう今となってはなんか、うん、こうある程度折り合いはつけれてはいるんですけど、うん、その直後はなんか今まで結構韓国のこと苦手で、うん、言わないにしろ精神的に思ってた部分があって、ちょっと嫌悪感を抱いてた部分はあったんだ。僕も K-POP とか苦手でしたし。みんな、なんでみんな K-POP から韓国嫌いになるの？なんで、どういう、なんか、ご了承してくんじゃねえよ、みたいな。いや、もうただ単にニュースとかで顔が映ると、うん、なんか、あれ、同じ顔みたいな。え、それさ、今自分がハーフだって知ってどうなの？あれ、俺も、なんかちょっと似てんな、みたいな思われるの？いや、それが、その直後に、うん、鏡を、ちょっと似てたの自分が。ミイラの絵がミイラになったの。髪型とかが、全然意識してなかったんですけど、うん。七三分けとかが、してたんですよ。あれこれって。自分、意図せず寄ってっちゃってたんだ。鼻筋とかも。あ、そうなんだ。やっぱ。それがすごいショックで。いや、別にそれはさ、そんな、俺たちはさ、ネットでそういうこと言ってるけどさ、なんていうの、本心じゃないよ。俺だって別にあなたと喋ってても全然、なんていうの、俺だってコメント見ても結構好意的だよ、みんな。そうですか。うん、全然好意的だよ。僕今怖くて見えてない。一人だけだよ、俺は本心で嫌いだよって言ってるやつ。あとはみんな、別に好意的、好意的。竹島返さないと。そう、言っていいから、それ。マジで、なんかあったら言っていいぞ。おめえらんなこと言ってと、竹島返さねえかんなって。それ、チクイチ言っていいよ。大学生、大学生。友達には、はい、大学生です、今。あ、なんかみんな立派に、ねえ、なって。あと、なんかさ、チンチン大きいか聞いてくれっていうコメントがよくあるんだけど、やっぱ韓国人ってポコチン小さいイメージだけど、それどうなの？いや、非常に小さいと思います。自分のチンコもちっちゃいの。よくわかんないですけど、他人と比べたことがないんで。あ、そうなんだ。でもなんかちょっとちっちゃいなっていうイメージある。自分、あ、なんかちょっと俺ちっちゃいなって。定規で測った時は15センチです。いや、お前俺よりでけえじゃねえけど、死ねえ、お前。気分損ねた。また次行くわ。次のチンコちって観光地探すわ。お疲れ様でした。はい。金玉クソでけえわ。なんかね、すごいメール来てて、ハーフじゃなくて、ちゃんとした、韓国人ですやつが来たわ。韓国人 100% 純血。よし、こいつ行くわ。生まれと育ちは日本人ですけど、ちょっとトイレ行ってから、かけるわ。待ってな。緊張してちゃう、俺も。やっぱ、初めてだからな。今まではやっぱね、どこか日本人じゃんって思っちゃってたけど。トイレ行ってくるわ。チンコの大きさも聞こう、しっかり。あ、はい、もしもし。もしもし。もしもし。すいません。あ、もしもし、聞こえますか？あ、聞こえます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、家庭訪問しに来ました。はい、よろしくお願いします。
純韓国人なんですか？もう。はい、私は純韓国人です。あ、そう、なんかでもすごい日本語がめっちゃ、もう生まれも育ちも。あ、生まれも育ちも僕は日本なので。あ、もうじゃあもう。ひいおじいが韓国から日本に渡ってきて。ひいおじいちゃんが渡ってきて。はい、そこから、うちのばあちゃん、お父さん、うん。全員韓国人です。へえ、なんかすごい新鮮だわ。え、でももう気持ち的にはもうぶっちゃけどっちなの？いや、気持ち的には僕は日本人で今までずっと生きてきてます。え、もう自分が韓国人だっていうのはもちろん知ってたんでしょ？そうですね。僕は先ほども皆さんみたいに、うん、どっかでカミングアウトされたとかっていうよりかは、うん、お前は韓国人だから、お前は韓国人だ。お前は韓国人だって言われてきたんだ。お父さんとお母さんは日本のことどう思ってんの？お父さんとお母さんも。もうぶっちゃけ、うん。いえ、特に何か言われた、何か洗脳されたっていうわけでは。あ、ないですけど。うん、そうなんだ。はい、いや、ちょっとおばあちゃんは、ちょっと言っちゃってる感じはしてます。どういう風な、あ、でも戦争的な？そうですね、戦争で、あいつらは、みたいなことは言ってました。あ、そうなんだ。でもお父さんとお母さんは日本の企業で普通に勤めてるんだよね。うん、そうですね。韓国人っぽく焼肉屋やってる。いいね、期待通り。じゃあもう、二代目だ、じゃあ。今度飯食いか、俺。今度飯食いって。はい、お願いします。あ、いいね。すごい、期待通り。なんかもう、これ以上ない韓国人の方が、あれやってんだ。なんか、まあ、店の名前とか言わなくてもいいけど、ありがとうね、わざわざ。え、なんか、そのさ、自分がさ、韓国人じゃん。国籍は日本。はい、僕が成人するに従って、うん、一応こっちに返させていただきました。あ、もう日本国籍なんだ。はい、はい、もう数年前。見た目はさ、韓国人なの？はい、もう完全に。そうですね、僕結構韓国人っていうのを内緒にしてたんですけど。あ、やっぱちょっとやっぱそういうのあったんだ。うん、そうですね、うん、この間友人から一緒にお酒飲んでたら、うん、韓国人じゃねえかって。え、それどういう、え、なに、お前は韓国人なのかって聞かれたの？そうなんですよ。うん。悪いけど、うん。前振りはあったんですけど、うん。ズバズバ言っちゃったんで、うん。お前なんか、顔韓国人っぽいよな、みたいな。うん。だよね、って言って。うん。うん。そうだよ。顔がっぽかったみたいな。やっぱ、見た目で、あれなした。別にそれ、悪いことじゃないもん。友達も、だってもう、それで友人関係破綻とかじゃないでしょ。そうですね。それからもうずっと、もう定期的に向こうからも連絡くれるので。うわ、めっちゃいいじゃん。だから別にそんな国籍なんて関係ねえぞ。腹割って喋ろうやっていう、なんか大人のジョークっていうでしょ。お前韓国人だろって言ったの。そんな感じですね。いい友人だね。ありがとうございます。すげえいい友人じゃん。え、それさ、韓国語喋れんの？あなたは。いや、僕は韓国語はおばあちゃんが習わせようとしたんですけど。うん。反対して。あ、そうなんだ。僕がもう絶対嫌だっていうので。え、韓国の方どう思ってんの？今日本に住んでるけど。先ほどのみんなさんに聞かれてたこととも被るんですけど、うん、僕がショック受けたっていう悩み、ショックを受けたっていうことで、うん、12、3歳の時に、うん、初めてネットに触れて、あ、その時に、うん、韓国だときって、今はそうでもないですけど、昔めちゃくちゃだったじゃないですか。もう、日韓の時とかでしょ？正直な話。はい、そうです、ね。うん、それとも韓国、韓流バリゴリ押しの時に。ね、冬のソナタとかね。はい。で、僕まだ、今みたいに、うん、加藤さんの放送を見てなかったので。うん。もう本当に、泣きそうになるぐらいショック受けちゃって。まあそうだよね。なんか自分悪いことしてないのになんか俺悪いことしてんじゃねえかみたいな気になるよね。はい。で、それから数年経ったら僕はもうネットウェブやってました。そうだね。俺がさ、はい、WBC の時にさ、まだ、あれ、はい、韓国がさ、マウンドに旗立ってたの俺まだ怒ってんだけど、それに関してはどう思う？俺責任取ってほしいんだけど、お前に。それ、ちょっと謝ってくれよ、今。そしたら俺も、マジで、今日から本当に長くなる気がする。今お前が韓国代表して謝ってくれた。俺そこだけなんだよ、今俺の心のモヤモヤは。ちょっと、頼む。うん。うん。旗を立ててしまい、日本の神聖なマウンドに、本当に深く反省しております。もう俺たちは友達だよ。もう俺も二度と言わねえわ。ありがとうございます。
俺とお前はもう友達だよ。心の友だよ。今繋がったわ。あ、はい。今俺のモヤモヤすべて解けたわ。俺そこだけだったから、本当に。はい。もう俺のモヤ、もうすべて雪解けした。もう初めて、今、10年ぐらいモヤモヤしたけど、本当に雪解けしたわ。ありがとうございます。うちのコミュニティ、もう国籍のと関係ないから、謝ったら全部許すから。はい。おめえが旗立てたのも許すわ。はい。うん。ありがとう。はい。で、ありがとうございました。いや、もうありがとうございます。あと、韓国料理、教えてください。食べていくんで。あ、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、失礼しました。はい。おい、これあれだぞ。歴史的雪解けだぞ。今、ちゃんと謝ってくれたよ。俺、今、雪解けしたわ。プーチンとさ、オバマの対談みたいな感じで、まさかこんなチンクのサイズ聞くのせた。いや、すげえ雪解けした。ちゃんと謝ってくれた。悪い奴らじゃねえのかもしんねえ。純金、なんか、みんな、でも日本に染まってんじゃん、結局。日本に染まってんじゃねえかよ。ただやっぱ、あれだね。その、コンプレックスみたいなのは抱えてんだろうな。自分だったらそうじゃん。これ別にさ、韓国だけじゃなくてさ、例えばさ、インドとか、でさ、手でカレー食ってんの見て、もう頭おかしいなと思うじゃん。でもさ、向こうからしてみたらさ、生の魚食ってるあいつら本当に知恵遅れだなって思われてんじゃん。もうこれ文化の違いで差別じゃねえんだよ、結局。だからなんかさ、もう韓国同行とかさ、別にディスってるわけじゃなくてさ、綺麗だけど、俺大嫌いだけど。なんか、変に神聖な、なんかもうね、変に、規制かけないでほしいわ。もうこれしょうがないじゃん、文化の違いだって。文化の違い。に、在日ブラジル人はいないのか、わかんないけど。ね、ちょっと罪悪感出てきちまうよな。俺なんでさ、関係ねえ奴にさ、これお前、韓国の2チャンネルで俺炎上するぞ。あいつなんか、日本に住んでる韓国人に、日韓ワールドカップの時、WBC の時に謝罪させてたぞって。お前、突られんぞ。お前絶対負けんじゃねえぞ。向こうのサーバー落とせよ、絶対。クソみたいなウイルスばらまいて。ふざけんじゃねえぞ、つって。今せっかく日韓和平条約をさ結んだのによ、俺が。へー、なんか初めて喋ったわ。写真送ってきてくれた。でも顔でバレるって面白いな。お前韓国人ですねえかって。それ友達もよく言ったな。別にカミングアウトされるの待ちばよかったのにね。俺も韓国人か気になってきた。お前絶対いるぞ、この中にも。調子こいで悪口言ってっけどよ。お前ら実は韓国人で。韓国人くらいだったらまだいいけど、もっとやべえやつ絶対いっかんだ。絶対いっかんだ。え？韓国語が話せる朝鮮学校に通っていたアメリカ留学中の準現役高校生の在日韓国人です。話してー、こいつ話してーけど18歳未満なんだって。お前が18歳超えたら俺に連絡してきて。エリートじゃない？韓国語を話せる朝鮮学校に通っていたアメリカ留学中の準現役高校生の在日韓国人。あ、ただいま自分はアメリカにいるため電話番号での通話が不可能。また LINE で電話しようにも18歳未満なので ID 交換ができない。これからも不可能となっているスカイプなどしかできません。ちょっとまた、あなたは、スパイ疑惑が俺の中で、お前、スパイじゃねえかって疑惑があるから。また今度ゆっくり話そうな。要は満足しました。この日韓の架け橋となれたことを俺は誇りに思います。ありがとうございました。随時募集しております。今度は日本人が日本が大嫌いな、俺のこと嫌いな韓国人。日本好きでもいいから俺のこと嫌いな韓国人待ってます。お疲れ様でした。